使うだけで人種差別をしてるっていう認識になる、そのワードを口パクしただけなんですけど、大部分で謝罪です。あ、まあそれぐらいも口パクでもダメなのよ。 What's poppin'? ネイサンジンセイケです。今日は絶対禁句、使ってはいけないワードを紹介します。使ってないわけ、ワードを紹介してええの？おーし、はいはいはい、ピンクベスト？ピンクベスト。ピンクベストの。ピンクベストイルージョンが皆様には見えている。はい。その使ってはいけないワードをこう教えるというのはどういうことですか？パッと見日常的に見ることもあるし、使ってなんだ、まあ問題はなさそうに見えるワードですね。のだけど本当は使っちゃダメっていう、ちょっとハットトリックなので紹介します。あ、なるほど。これ結構シビアな問題ですね。シビアです。了解です。了解です。問題のワードはこちら。ペン。N から始まるワードでございますが、まあ、私たちもまあちょっと本当にセンシティブなものなので、うん、積極的な発音はしたくないです、正直、うん、なので発音するとダメなんだよね。うん、しません、うん、なんですけど、あの日本語で、あ、この味苦いって言うじゃないですか。はいはい。その苦いに似てる感じです、発音。あ、これスペル、ここに多分字幕出てるんかな。出てる。まあ、それとちょっと想像して思ってもらえればと思うんですけど、これがもう本当使ったらいけない。はいはい、僕もまあ見たことある N ワードみたいな、うん、けどそこまで深くは知らなかったんですよ。はい、そうやね、ちょっと深く知りたいなって。そうやねん、そうやねん、そうやねん、うん、なんかその F ワードぐらいなんか使ってはいけないって言ってもなんか使ってるんでしょみたいな、あ、そういうテンション。それと次元違う。次元が違うんや。次元違う、うん、F ワードに関しては汚い言葉っていう感じで、うん、汚い言葉やから、まあ、使わんといてね。あとは学校で使ったら怒られる、普通に、うんうんうん、怒られるんですけど、うん、N に関してはそれを飛び越えて人種問題が関わってくるので、この N ワードを使うだけで人種差別をしてるっていう認識になる、こう重みが違うというか。どういう意味っていうか、そのどんな人種の問題なんですか？でこれ由来はラテン語の黒を意味するワードから来てるんですけれども。そうなんや。はい、黒人の方を指すあのワードで、例えば黒人っていうこと自体はもう黒人なだけじゃないですか。その言葉に何もこう意味はない、うん、それ以上ないんですけど、ね、こっちの N ワードの場合は黒人を蔑むっていう意味合いも入ってしまう。あ、ね、悪く言ってるってことね。そう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 、うん、っていう風に捉えられてしまうんですよ。ただ、うん、彼ら黒人の方同士で使うのは OK。 あ、使うんや。彼らは、うん、どんな意味で使うの？彼らはお互いのこと、友達とか仲間っていう風に使います。あ、でも僕たちその黒人の方以外が使うと、もう、うん、圧倒的な差別用語になるってことね。そうです。おなんですが、うん、まあ、なぜ間違えて使えそうになってしまうかというと、うん、普通に歌詞に出てくるからです。あ、そうなんや。厄介なのがラッパーの、その、まあ、黒人の方が歌われる時、ニッキー・ミナージュさんとか、うん、ラッパーの方とかは、普通にこの歌詞に入ってるんですよ、この N ワードが。そうです、そうです。彼らっていうか、まあ、その書いてる方はもちろん黒人の方が書いてる曲には入ることがあるよね、うんうん、入る。で それで入るのと、あとは黒人同士は使われてるので、なんかそれをドラマとかで映画で見た時に、あ、普通に使っていいものなんだってちょっと認識しそうになるじゃないですか。あ、確かに。だからしちゃうよね、知らんかったら、うん、知らんかったらね。特に我々そういう人種問題とか、うん、特に学校であんま習ってない、習ってないのね。多分僕は習ってないんですけど、うん、そこまで深くは、うん、それとかするとドラマとか見ては使っていいんだとか、歌も普通に、うん、もう普通に使われてるからいいんじゃない、普通にこうやってね歌ってるだけやから、うん、と思って使っちゃうんですけど、なのでその F に関しては公では使わない方がいいけど、うん、まあ、最悪カラオケで歌っててもまあ言ってます、歌ってますよね。大丈夫です、大丈夫です。あの人 I see you driving out on an airline na 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 fuck you って歌あるやん。誰？え、fuck you って歌ありますよね。皆さん知ってますか？テテレテレレそうテレレ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 とか、まあ他の歌にもなんか出てくるよね、ふわっと出てくる、出てくる。でそっちは歌っていいんですけど、うん、N に関しては歌でもダメ、歌もダメ。歌もダメ、どういうことな、その、その、うん、もう発するのも、もうダメ。その作った本人はもちろんそれで歌ってますと、うんうん、だから黒人の方が歌うのは OK、 それ以外の方が歌うのはもうダメ。それがだからやっぱりみんな分かれへんよね、なんかそれが、うん、だからそこが一番のハットトリック、落とし穴なのでご注意ください。おー、はい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 。でこれ実例もお話しすると、はい、実例、
歌手の方ですね、うん、ケンドリック・ラマーさんっていうラッパーの方、黒人の方なんですけど、うん、いらっしゃって、でその方が自分の歌詞の中に入ってるんですよ、Nワードが、うん、でライブでその曲を歌う時にたまたま白人男性のファンの方をステージに上げられて、うん、で歌ってくれよってこうマイクを渡して、でたまたまそのラインの中に Nワード入ってて、うん、ファンの方もまあ楽しく歌うじゃないですか、うん、それで大ブーイング起こって会場、はいはいはい、うわー大ブーイング起こってなんとライブ中止です。でそれ どうしたら正解なのそれは。歌えへん。あ、その時だけなんかこう、うんってなるんや。うん、何も。そうなんや。もうそこは飛ばす。あ、そういうのがまあルールなんや。うん、へえ。あとは他の最近の例で言うと、うん、K-POP アイドルのエスパさんっていう、うん、I love them なんですけど、うん、By the way, I love them なんですけど、うん、のうちの英語堪能なメンバーのジゼルさんっていう方がカバーをされて、うん、外国の歌をその中に N が入ってて、うん、発してないんですよ。歌ってなくてただただ口パクで、そこをこうそのワードを口パクしただけなんですけど歌ってないんですよ、うん、大ブーイングで謝罪です。あ、まあそれぐらいも口パクでもダメなのよ。それぐらいのこと。あ、そうなん。それでこう謝罪をしなあかんぐらいの重さですね。なんでこの F でも N でもやっぱりここの一個ずつのワードの重さだったり、まあ、どれぐらい世界を巻き込んでしまうのかっていうのが、まあ、これでちょっと伝わるかなと思うんですけど。いやそうよ。めちゃくちゃ怖くないですか。怖い怖い。やっぱりそういう人その言葉のこととかしっかり理解しておかないと、うん、もちろん歌われる方とかね、うん、YouTube で投稿されてる方とかだったらもうそんな一発でね、うん、やばいです言われると思うし、はい、それこそカラオケとかで歌っちゃうやん普通に知らんかったら。歌っちゃう。歌詞に書いてんねんから、うん、みたいな。だからそういうとこも気をつけなあかんってことだね。はい、おっしゃる通りです。なので、今の実例2つともそれぞれのアーティストさんに悪意は絶対今なかったと思うんですよ。 ないでしょ。なかったとしてももう使うこと自体でこう最悪パーになってしまうようなことなので、日本人としてもさっき言ったように日本語の単語で言うと苦いっていう言葉が一番発音近いので、なんかそれを黒人の、ね、方の前だったりとかそうじゃない方で もう関係なく英語が伝わる方の前でこうなんか大声で言っちゃうとかだと、トラブルになる可能性もあるよね。勘違いされてブチ切れられるとかもあります、ね、身の危険もあるかもしれない。それはある。彼らからするとすごく侮辱されたと思われるかもしれない、うん、勘違いで。そうですそうです。なので旅行中とか留学でもそうですね、うん、海外でそういうことがあったら最悪ね、こう刃物を持ってこう切りつけられるとかもあるかもしれないですね、うん、それぐらいシリアスなことなので、うん、ちょっとあえてこうやって発信させていただけたらと思います。いや本当にそうですね。気をつけてください。これはもう F ワードの火にはなら火じゃないので、ならないので皆さんも、まあ、頭に言いつつも一生使わないままこれから一緒に生きていきましょう。はい、生きていきましょう。はい、一生生きていきましょう。どういうこと？文化を理解するっていうのは大切なんでね。あ、そうですね。はい、はい、お互い、はい、こういうふうに。でもあのいいところは、うん、こういう言語を勉強するっていうことはこういうふうに多文化を理解することにつながっていくので、うん、ここでこう新しくそれこそ黒人白人のこう歴史をたどっていくきっかけになったりとか、うん、勉強するきっかけにもなるので、うん、そうだね。そうなんで、そこはあの唯一というか、まあ、うん、あのいい点でもあるので、うん、英語を通してまたいろんな文化を勉強していけたらと思います。お互い理解していきましょう。はい。 Alright, so that will be it for today. I hope you learned the difference of the culture、うん、and、we'll see you in our next episode. Bye for now.本気でいくわ。ごめん、今適当にやった。天気の言った適当、気分とのりでやった。あ、俺がちゃんとツッコミで軌道修正しなかったから、はい、若林、はい。